どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 V ポイントが解約の発表がねありましたので、こちらの解説ねやっていきたいと思います。ということで今回ですね、 V ポイントがね解約ということで、 ANA のカードですね、またね先日出たこちらの三井住友カードの、ナンバーレスですね、こちらゴールドカードですけども、またですね SBI 証券でクレジットカードでね積み出せできるようになりましたよね。投資信託のあちらもですね V ポイントがね溜まっていくっていう風になりますんで、ここら辺ね利用されている方ね影響あるかなっていう風に思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。まずね ANA のクレジットカードなんですけども、こちらに関してはですね通常の決済分、またねマイペースリボとかキャンペーンとかね、まあ、利用されている方で、まあ、V ポイントね溜まっていくと思うんですけども、こちらをね全部 ANA 周りに交換されている方、まあ、こちらに関してはですね基本的に今回の解約についてはですね影響ございませんので、こちらはね安心していただければなと思います。 ANA のカードでもキャンペーンとかでねもらったポイントをポイント移行されている方がねどちらかというと今回ね影響を受けるっていった形になっておりますんで、まあ ANA マイルメインでね移行されてますっていう方はですねこちらね影響ありませんのでご安心いただければなと思います。ということで今回ね発表になった内容に関してなんですけども、2021年の11月の1日申し込み分からですね V ポイントから au ポイントプログラム、こちらポンタポイントですね、もしくは d ポイント、もしくは楽天ポイントにね移行する場合レートが変更になるっていうね発表が先日ありました。で詳しいレートはねこんな感じになっておりまして、ポンタポイントの場合はですね v ポイント500ポイントが今までは500ポイントでね交換できたわけなんですけども、変更後はですね 500V ポイントが 400V ポイントということで、こちらね 80% の交換率になってしまうっていう感じなんですよね。でまたですね d ポイントもですね500ポイントが 500D ポイントにね交換できてたわけなんですけども、こちらもですね残念ながら 500V ポイントが400ポイントになるということで 80% の交換率になります。で楽天ポイントだけはですねこちらねレート上がるんですよね。まあ楽天ポイントはですね今までが結構低かったんですよね、500V ポイントが350楽天ポイントだったんですけども、こちらはですね 500V ポイントが400楽天ポイントにね交換することができるっていった形になるんですよね。まあ一応ね楽天ポイントに関してはねこちら一応改良改善っていった形になるわけなんですけども、まあ500ポイントがね350楽天ポイントに交換ということで、まあおそらくね交換されている方はねほとんどいらっしゃらないかなっていうふうに思うわけなんですけども、11月1日よりですね楽天ポイントに関してはポイント交換レートがね上がるっていった形になります。ということで au ポイントプログラムと d ポイントに関してはですねこちら本当に大解約っていう感じですよね。まあここ数年ですね毎年行われている各種ポイントからですね d ポイントに交換する場合、今年付与された分に関しては 10% 増量だったんですけど、その前まではね 25% とか 20% とかね増量キャンペーンを、まあこの V ポイントから D ポイントとかね交換する場合ですねキャンペーンやってたんですよね。これも私の動画で解説ね出させていただいておりますけども、こちらでですね一気に D ポイントに交換してその増量分をですねお得に利用したりですね、日興フロッキーっていうね D ポイントで株が買えるねシステムがあるんですけども、まあ、そこを経由してね現金化されている方もねいらっしゃったのかなっていうふうに思うわけなんですけども、残念ながらですねこの三井住友カードで貯めた V ポイントに関してはですね今後ねこのキャンペーンにも利用するとですねお得感はねなくなってしまうっていうふうになりますんで、今後はね利用することができなくなるって言った形になるんですよね。まあ、こちらねかなり残念ですね。 V ポイントからねいろんなポイントにね交換されて利用されてた方もね結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、ちょっとね利用先が減るっていう意味でですね残念ですよね。でですね今回のポイントの交換レートね変更になるわけなんですけども、変更日はですね2021年の11月の1日申し込み分より変更っていうふうになりますんで、今ね2021年のこちら動画撮ってんの8月20日なんですけども、本日ですねまだ1ヶ月半ぐらいですねだいたいありますよね。ですのでまあその期間にですねポイント交換されればですね今まで通りのね交換率でねこのポンタポイントと D ポイントに関してはですね交換することができるっていった形になりますんで、もしね今現時点で V ポイントある程度貯められている方はですねそれまでにね
交換ねしていただければなと思います。それでは次にですね、今回ですね、 D ポイントとポンタポイントがですね、ポイント交換レート変更になるということで、まあ、他のポイントに交換すればいいんじゃないですかっていうね話もあるんですけども、こちら以外のねポイント制度っていうのはですね、2021年の4月にですね、もう解約はねすでにされているんですよね。ちょっとねポイントプログラムかなりありますんで全部は読み上げませんけど、こんな感じになってるんですよね。ですんで、まあ、変更後の方ね見ていただきたいんですけども、まあ、基本的にですね 500Vポイントポイントが400ポイントっていった形になりまして、まあ等価ではなくてですね、基本は 80% の交換率っていった形になるんですよね。ですので、まあ今回ねポンタポイントも D ポイントもね塞がれてしまったっていった形になりますんで、まあ基本的なねポイント交換に関してはですね、まあ 80% でね交換するっていった形になるんですよね。でちなみになんですけども、 V ポイントっていうのはですね、クリスフライヤーっていうシンガポール航空のマイレージプログラムにこの世の中になるまではですね交換できてたんですよね。でこんな感じの世の中になってしまってですね、 V ポイントからクリスフライヤーへの、まあ、シンガポール航空の前ですね、こちらに交換するのはですね、まあ、ずっとね一時停止中っていう風になってて、いつかね再開するのかななんていう風に思っていたんですけども、こちらに関してもですね2021年の7月31日付でですね、この V ポイントからシンガポール航空のマイレージプログラムのクリスフライヤーへの、ね、交換はできなくなったっていった形になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。それでは次にですね、じゃあ V ポイントはね等価で何に使えるのかっていう話なんですけども、まあ、V ポイントっていうのはですねちょっとねややこしい話なんですけども、 V ポイントっていうポイントプログラムがありますよね。で三井住友カードが出しているスマートフォンアプリに V ポイントっていうスマートフォンアプリがあるんですよね。まあこれなんで同じね名前にしたのかちょっとわかんないんですけども、この V ポイントから V ポイントアプリっていうのはですね、この V ポイントね移行することができてですね、等価でね移行することができて、そこでね ID で支払いできたりですね、 iPhone 使っている方はですね Apple Pay にも対応しておりますので、追加にねチャージするっていった形でも利用することができるっていった形になってるんですよね。ですんでここで使うとですね1ポイント1円でね利用することができます。またですね、クレジットカードの利用額に関しても1ポイント1円でね、利用することができます。こちらね今年の3月から名前が変わったんですよね。キャッシュバックっていう名前に変わりました。今まで ID バリューだったかな、まあ、そんな感じの名前だったと思うんですけども、キャッシュバックっていった形でね名前に変わりまして、 1V ポイントがね、クレジットカード請求額1円にね、充当することができるっていった形になります。またですね一応ね三井住友カードが発行しているプリペイドカードがあるんですけども、まあ、こちらにもですね1ポイント1円でね利用することができるんですけども、まあ、基本的にはですねこの V ポイントっていうのはですね、あのスマートフォンアプリのね V ポイントのアプリで、まあ、ID とかね Apple Pay でね利用できますので、まあ、こちらがね一番便利で利用するのがね利用しやすいかなっていう感じですね。またですねこちらのソラシドエアカードっていうのがあるんですけども、こちらね私の動画でもね先日解説出させていただきましたけども、こちらのクレジットカードね保有されている方はですね、この V ポイントっていうのはですねソラシドエアマイルにですね、このソラシドエアカードをね保有されている方はですね、ポイント以降ね1ポイント2マイルでね交換することができますので、こちらはね、まあ、かなりおすすめっていった形になるわけなんですけども、まあ、このソラシドエアクレジットカードを保有していないとこの V ポイントからソラシドエアマイルっていうのは交換することができませんので、まあ個人的にはねこれが一番ねおすすめなのかなっていうふうに思っております。まあ1ポイント2マイルっていうふうになりますんで、このソラシドエアのねあのマイルにしてもらって、まあそこで特典航空券発券していただく、まあこれがね個人的には一番ねお得になるのかなっていうふうに思います。ということで今回の動画でですね、三井住友カードの V ポイントの解約ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、今年の4月にですねこの V ポイントっていうのは交換レートがね少し落ちてですね、利用先っていうのはねかなり絞られたわけなんですけども、まあ今回の発表でまあ基本的なポイント交換はね塞がれたっていった形になりますかね。だからまあこの先ほど言ったねこのソラシドエアのこのクレジットカードね、このカードを持っていれば
三井住友カードの V ポイントは1ポイント2マイルでね交換することができますので、まあかなりお得なんですよね。ですんでまあこちらはねクレジットカードの特典としてこのポイント効果のねレートがありますんで、まあ大丈夫だと思うんですけども、ここまでねポイント交換時代が塞がれてくるとですね、 V ポイントからソラシドエアのね1ポイント2マイルっていうのもですね、こうね塞がれてくるのではないのかなっていうふうに思ってしまいますよね。まあ一応ねクレジットカード保有してないとこの1ポイント2マイルで交換することができないので、ポイント交換ができなくなるっていうことはまあないと思うんですけども、まあ今1ポイント2マイルですからねかなりお得ですよね。ですのでこれが1ポイント 1.5 マイルとかね1ポイント1マイルとかね、まあ、そういった感じでね交換レートがね悪くなるっていうのはですねちょっとあり得る話ではないのかなっていうふうに思ってるんですよね。ということで今回はですねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトモテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。